皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマはこれからの教室業の経営予測と長く教室を続けたいなら身につけたい3大スキルということについてお伝えしていきたいと思います。教室業を10年以上いろいろな変遷を見ているんですけれども、私が感じている、教室業の変化っていうのが、以前は趣味の教室で経営とかは全くさっぱり関係ない領域で動いていて、生徒さんから、お金をいただいて、その中の行くばっしか、お金がちょっと残ればいいかなぐらいで運営されていたのが昔の頃の出だしの頃の教室業だったと思うんですね。でその時っていうのは収入よりもやりがいが優先で教室のメニューとかも組まれていた時代が多かったと思います。でこれがですね、いろいろな状況はあるんですけれども、例えば天変地異ですね、大きな天変地異、例えば東日本大震災のような天変地異とか、あとはコロナ禍ですね、コロナの、状況によってこう世界が一変してしまうような大きな出来事があった時っていうのが、世界が変わると同時に教室業の業界っていうのもやはり変わっていくんですよね。そういう歪みとかが起こった時っていうのが、で今まで大きなところは主にテーマとしては2つのトピックがあって、特にコロナなんかはオンライン化がものすごく加速したっていう、副産物を生んだ大きなイベントだったと思うんです。でこういったものを乗り越えてきて、じゃあこれから先どこに向かうんですかっていうのと、教室業ってきっとこんな風になっていくよねと私が思っている予測値があるので、そちらを今日はお伝えしていきたいというふうに考えています。はい、ということでじゃあ本題の方入っていきたいと思います。まずですね、教室業の予測値っていうところで言うと、おそらくなんですが、趣味の領域の世界よりももう少しビジネス寄りの世界にだんだんシフトしていくだろうというふうにまずは考えています。ということはどういうことなのかっていうと、商売として成り立つ、ないしは収益としてきちんといただける、単価とかも今まで2000円平均だったのが5000円、7000円、1万円とかが平均値になっていくっていう、業界的なインフレですかね、そんな雰囲気になっていくんじゃないかなというふうに思っているのが、まず一つの大きな傾向です。でそれにより、淘汰される教室っていうのは中途半端な教室です。中途半端っていうのは、まず一つは趣味の方に思いっきり振るのであれば、楽しくって生徒さんとお話ができて自分もその時間を過ごせれば満足、お金は別にいいよっていう領域だと、それはそれで楽しいので全然 OK なんですよ。生きがいとやりがいで、このあたりを目指したい方っていうのは、ある程度こう老後っていうか年齢目上目で、昔やりたかったけどできなかったんだけど同年代の人とワイワイ集まってやれれば楽しくていいよねっていうようなことを目指す場合には非常にいい内容かなというふうに思います。で逆に趣味の領域で楽しければいいのっていう領域を言っている方が、お金も本当は稼ぎたいんだけど楽しければいいのっていう領域でもしもやってしまっていると、家計が歪むし歪むし、ご家族との関係性も悪くなるケースが多いですね。旦那さんからするとただでさえいろいろ世の中が不況になってきているような時代に、なんかただ単に遊んでるようにしか見えないと、結構それが元でね喧嘩になったりとかっていうのもあったりするので、今自分のステージと年齢とやるべきライフプランがどこにあって、その中にどういう立ち位置で教室業を入れていきたいのかというのを考えなくてはいけないんですね。でその段においてはやはり40、50、年齢の体力の衰えが大丈夫だったら60からのスタートでも大丈夫なんですが、私的には40ぐらい、私自身も独立したの42だったんで40ぐらいがいいかなとは思うんですけど、独立起業して動けるバリバリまだ体力もあるっていう、そういう時期ですねやられると、その後がだいぶ楽にはなると思うので、真剣に取り組もうっていうふうに思ってやるのか、趣味に振り切るかで、真剣に取り組むほどは時間も取れないし、かといってお金も欲しいしっていう、この中途半端なタイプの人が教室業として成り立たなくなっていく、
イメージがあるので二極化するかなっていう印象がまず第一点目ありますね。でそれに伴い、まあ、私は稼ぐということもテーマにして皆さんに伝えているので、まあ、じゃあ稼げる教室どういう教室なのっていう話になってくるんですけど、いろんな方が教室業に今参入するようになっています。単なるお稽古の趣味楽しかったよね、なんかちょっと家で振る舞ったら例えばお料理とかなんですけどすごく美味しい教えてよとか言われるっていうような流れよりも、まあ、習うにはもちろん習うしこれを仕事にしたいなと思ってやる方とかも多いんでしょうけれども、もう仕事にするんだっていう前提でやられる方が非常に増えてるっていうことですね。ということは以前に比べて初期投資額もすごく上がってる印象なんですよ。例えば資格を取るのに前だから5万とか3万とかそれぐらいで資格取ってなんか開業とか言ってたのが今普通に20万30万50万100万っていうレベルも払う方普通に払ってらっしゃるので、そもそも先行投資をしている方が多いんですね。でここで注意しなくてはいけないのが高額を払ったからうまくいくわけではないんです。ここも結構ポイントで、100万円払ったらうまくいきますか？いかないんですよ。じゃあ50万円でもうまくいっちゃう人はいっちゃうんですよ。何が違うんですかっていうと、やっぱご本人の取り組みの姿勢と、あと情報の良質な情報をちゃんと手に入れて動けてるかどうかっていうこの領域が非常に多い感じなので、判断能力、どこに入って何を学ぶかっていう判断能力も問われるようになるので、まあ、そういったこう社会的な目っていうか感というかそういうのも多分必要になってくるっていうのが 現状の時代感なんですね。ただ先行投資をそれだけしてるということはその後稼げることを期待して先行投資するわけなんですよ。だからそういう人たちが増えてるっていうことはおのずと、その選ばれる教室っていうのは必ずしもお金をかけた教室ばっかりではないんですけれども、何も学んでいなくて何もやってない教室よりはお金をかけて頑張って修行して勉強している教室の方が売れ行きがいいというふうな構図は普通にありえます。だから初期投資ないしは自己投資、学びに対しての研鑽にお金を払えないタイプの方は自己勉強だけだとものすごい時間かかってめちゃめちゃ遠回りです。例えば0円で私独学で頑張りました5年の人と200万かけて5年をこうチャレンジしながらやってて結局1000万稼げましたっていう人とどっちが良かったかっていう話になっちゃうので、最近の傾向では自己流だと遠回りになる可能性がすごく高いです。はい、なのでそのあたりもお金をきちんと投資できるかっていうことも、トレンドになっていくでしょうし、教室業がもう少しビジネス的な要因の方に変わっていく、要はビジネスとして捉えて教室をどう回すかっていう思考で、もちろん従来型のちゃんとお料理を教えます、パンを教えます、ビーズを教えます、絵画を教えますっていうスキルがありながら経営のスキルも持つっていうのがトレンドに多分なっていくなというふうに思って、まあ一応真っ当なだから個人事業主的な商売になっていくっていうことです。一言で言うと今まで経営とか丸っきし考えないっていう人もめちゃめちゃ多かったし、集客とかは口コミでなんか集まってたんですって言ってなりでどうにかなっちゃってたっていう人もすごい多かったんですけど、これからは経営も集客も、まあ、どちらも戦略的にきちんとやらないと難しいでしょうという時代に突入をしているということになっています。幸いなことに私の場合にはビジネスの世界ですごくもともと生きてきていて、集客も会社がやってくれているにしても、ウェブの担当、広報の担当、どういうふうに回しているのか、広報費、広告費が月にいくらかかっているのかとか、その部長職だったんで全部把握してるんですよ、数字は。だから会社規模には広告はねできないにしても個人でやってもそれなりにかかるよねとか思っているのも分かっていたし、ということは最低でも自分の人件費これぐらいは稼ぎ出さないとそのお金すら出せないよねという数字を見る立場だったからそれが理解できているし、ウェブの展開も
それがないと探してももらえないっていうのも理解していたので、そちらがもともと教室業に入る前に身についていて教室業のスキルを身につけたっていう逆だったんで、私の場合にはまあラッキーではラッキーなところではあったのは間違いないです。なので今後先生の方向性もそういったいわゆる教えるスキルだけではなく、その実技としてその他周辺経営とかウェブ集客、このあたりが必須になってくるのが今後のトレンドだなというふうに考えていて、それができる先生とできない先生とでは多分教室業が存続で続いていくか続かないかっていうところで、だから趣味の方に振ってもらえれば何ら問題ないです。収益を追いかけようとするとこの2つのスキルはどうしても必要になってくるかなっていうふうに思っています。それで、まあ、今日のメインのテーマのところの、まあ、三大スキルっていうところなんですけれども、まず一つ目がコミュニケーション能力、二つ目がウェブのスキル、三つ目が営業力っていう、このあたりが必要になってくるかなと思っています。で、こちらをちょっと解説していきたいと思います。まずコミュニケーション能力なんですけど、教室の先生やってるんだからコミュニケーションできますよ、生徒さんの要望とか分かるしとかっていう方もいらっしゃるんですが、私がうまくいってない方とか、集客が上手にいけてないとか募集がうまくいけてない方と面談して一発で分かるのがコミュニケーション能力不足なんですよ、基本的に。でコミュニケーションじゃ なんなのっていう話なんですけど、一言で言うと傾聴力ですね。相手のことの真意と本意をどこにあるのかを聞き出す耳ですね、はい、これずれるとですね商品開発も全部失敗するので、それを、きちんと理解ができるように、まあ、お話ができるスキルとか、まあ、いろいろあるんですけどね、このあたりがね必要になってくるかなという印象です。なのでこれがずれてしまうと商品開発失敗してしまうので、人の言うことがよく聞ける、相手が何を望んでるかがよくわかるっていうことってことは質問力も必要になるんですけど、でこの時に自分の我がものすごく強い方は自分がこうしたいという意見を逆に押し付けがちなんですよね。そうするとやっぱりうまくいかない、私はこれをやりたい、私はこれをやりたいっていうのを言ってしまうとですね、まあドンピシャの人はもちろん来るんですけど、皆さんがそうとも限らないので、まあ、結果として集客できない教室に出来上がっていくっていうケースは大概まずコミュニケーション能力が不足しているというケースが多いのがまず一つ目です。で2つ目はもう皆さんご存知の通りウェブのスキルですね。それが、まあ、パソコンっていうのがだんだん死後になりつつあるんで、まあ、それでも結構重たい作業するときにはパソコンはちゃんと必要になるんですけれども、タブレットでも何でもいいです。要は画像を作ったりとか動画を上げたりとか SNS を扱えるっていうそのアプリケーションを使えたりとか、そのあたりが同時にやっぱりできていかないと集客上ちょっと不利になっていきますので、このウェブを扱えるスキルっていうのは教室業の先生が苦手だっていうのを知ってるから言ってるんですけど、苦手だからこそ皆さんが苦手だからやってほしい、うん、私はそれをスキルを持った状態で業界に入ってるのですごく得をしてます。これが私が IT 業界に就職したいになったらもう全然役立たずなぐらいのスキルしかないですよ多分。ただ私営業職だったんでコミュニケーション能力と仕事を取ってくる能力はあるんですよ。そうするとコンピューターの会社に行ってもエンジニアはそれをやるけど仕事は取ってこれるので、そういう役割で生きていくことは多分できたはずですね。はい、まあ、そんな感じがまず2点目がウェブスキルですね。で3点目は今ちょっと話をしました営業力です。営業なんてやったことないし嫌ですとかも言われるんですけれども、ここで言う営業能力っていうのは制約を取ることができる、交渉能力ですね。例えば体験会とかで体験に来ました、その方がはいと言って喜んでハンコを押すというかサインをしてね入会するっていうこのプロセスをきちんと本人に押し売りされたとお客様が思わないように流れるような組み立てでそれができるかできないかっていうのでものすごく、状況が変わってきます。
でむしろ私は集客力よりまずはね制約力の方が必要なんじゃないかとか思ってるぐらいです。まあ、とはいえ0人だったら制約力を試しようがないんですけど、例えばすごく苦労してやっと3人来てもらったっていう3人が全部決まんなかったら0じゃないですか。撃沈っていう感じになっちゃうので、ここはやっぱり制約力を磨いて3人が3人決まるのがいいんですよ。3人が0より3人が1人の方がいいじゃないですか。3人が3人決まる方がいいんですよ。でそのスキルを持って10人で10人決めればよくて、10人っていう、人が欲しかった時に100人来ないと10人決まんない人と、10人いたら10人決められる人だったら集客も楽になるんですよ。だから実は制約力イコール営業力の方が必要で、このエッセンスを知らない教室の先生多いなっていう印象です。喋っててですよ、要は体験が決まんなかったんですっていう相談をされると、どういうふうに話をしてったかって聞くと、もういっぱい決まらないポイントがあるんですよ営業だった私からするとね、いやそこでそれ言ったら決まらないよねとか、そこでそれ言っちゃうかみたいな。だからそれやっぱ慣れてないからなんです。でこれはフィードバックをもらわないとわからないです。でなければ何度も同じことを繰り返して何度も決まらないっていう状況をずっと繰り返すことになるので、制約のスキルはそれが分かる人に話してチェックをしてもらいながら磨いていくっていうことをするのが本当はいいです。人間対人間のとこなんで。だからウェブは集客にはある程度貢献できます。ウェブだけで完結させる制約方法もあります。ライティング能力ですね、文章能力がすごくあれば一発で100万円の商品も売ることができます。なかなか難しいですけどね、そういう文章を書くだけれども、制約のスキルっていうのは対面とかお話をしてこちらに持っていくっていうスキルなんで、これ別のスキルなんですよね、はい、なのでそのあたりも整理して持っておく必要があるという感じなんで、より今後は教室業っていうのは工事高い次って書くんですけど、まあ、工事の状態に次元に入ってきているので、ただ単に趣味のこれ教えますっていうだけだと教室業として成り立たなくなっていくイメージ。趣味で割り切るっていうのがいいんですよ。赤字でも別に何でも構わないから。そうじゃなくってお仕事でやりたい場合には割としっかり準備をしてしっかりやっていかないと難しいですよねっていう世の中になりましたっていうお話です。ということで本日のまとめに入りたいと思います。これからの教室業の経営予測と長く教室を続けたいなら身につけたい3大スキルについてお伝えしました。まず1つ目はコミュニケーション力、2つ目がウェブのスキル、3つ目が営業力。以上3つになりますので、足りてないと感じるあなたはどこを強化するかの指針にしていただければいいと思います。それでは。